ターボシャフトエンジンのコンプレッサーブレードに発生した FOD による損傷 FOD 除去システム右上方から入り込んだ空気のうち正常な空気だけがカーブした通路に沿ってコンプレッサーのインレットへと流れ込む異物は慣性力で急激に方向を変えられないため左上部のスクリーンにから機外に排出される FOD となる可能性のある異物 FOD とは 航空機もしくはその関連システムに損傷を及ぼす可能性のある物品、または物質である。外的な FOD による損傷には、鳥、氷、氷、砂塵、火山灰や滑走路上の異物などによるものがある。内的な FOD による損傷には、コックピット内に置き忘れられた物品がコントロールケーブルに巻き込まれたり、作動部品を固着させたり、 電気コネクターを短絡させたりするものなどがある。FOD という用語は、異物そのものと、異物による損傷の双方を指す言葉として用いられる。FOD による損傷には、内的要因によるものと外的要因によるものがある。内的な FOD 損傷とは、機体の内部に存在する FOD による損傷、または被害を言う。例えば、コックピット FOD による損傷とは、 コックピットで行方不明となった何かが操縦系統に引っかかったり、その作動を制限することを言う。ツール FOD による損傷とは、製造、または整備中に機内に置き忘れられた工具類によって生じる被害のことを言う。工具類がコントロールケーブルに引っかかったり、作動部品を拘束したり、電線を切断したりした場合、 飛行の安全に重大な影響を及ぼすことになる。このため、航空機の整備員たちは、機内に工具が残っていないことを確実にするため、飛行前に工具箱内の人数を確認するなど、工具の管理を厳格に行っている。製造段階で使用される工具には、シリアルナンバーが付けられており、それが発見された場合に、どこで使われていたものなのかが確認できるようになっている。 FOD の具体的な例としては、次のようなものがある。離着陸する航空機からは、小さな部品が落下することがある。滑走路に残ったこれらの部品は、他の機体のタイヤを損傷させたり、外反や風防を傷つけたり、エンジンに吸い込まれたりする可能性がある。空港の地上勤務員たちは、定期的に滑走路を清掃しているが、エールフランス4590便のような事故が、 発生する可能性もある。その事故は、わずか4分前に離陸した航空機から脱落した破片が原因で発生したと言われている。空母アセスジョンカイケネディの看板上で FOD 除去作業を行う乗組員たち空母、軍の飛行場及び民間の飛行場においては、運用開始前に異物の除去が行われる。飛行看板や飛行場の隅から、 隅までを一列に並んで歩き、FOD を回収する。現代のジェットエンジンは、ほんの小さな異物を吸い込んだだけでも、大きな損傷を生じる、可能性がある。FAA は、すべての形式のエンジンに対し、運転中に鶏を発射機で打ち込むという試験を行うように、要求している。その試験を受けたエンジンは、機能を発揮し続ける必要はないが、 機体の他の部分に重大な損傷を与えてはならないものとされている。つまり、バードストライクにより、コンプレッサーやタービンのブレードが飛散したとしても、航空機の飛行に支障を予防してはならないのである。軍用機の中には、FOD によるエンジンの損傷を防止するための特別な設計が行われたものがある。その一つに、S 字型に曲がった空気取り入れ口がある。それは、 インレットに入った空気の流れを一旦機体前方に曲げた後、再度後方に曲げてからエンジンに導くものである。最初の曲がり部には強力なスプリングで閉じられたドアがある。インテークに飛び込んだ異物は、そのドアを押し開けて、機外へと飛び出すようになっている。このため、微細な異物を除き、エンジンに異物が吸入されるのを防止できる。この方式は、FOD による損傷の防止には、 効果的だったが、空気の流路が曲げられることにより、その流れが阻害され、エンジンの有効馬力が減少することから、用いられないようになった。似たような方式が、M-24 のようなターボシャフトエンジンを搭載したヘリコプターに多く用いられた。ボルテックス式、またはセントリフューガルインテークと呼ばれるその方式は、エンジンに入る前の空気を、 螺旋状の経路を通過させることによって空気よりも重い砂塵などの異物を外側に押し出して分離するようになっている。ロシアのミコヤンメイ -29 及びスホーイス -27 戦闘機は特殊な形状のインテークを装備しており、整地されていない飛行場からの離陸における FOD の吸い込みを防止している。メインエアインテークはメッシュドアで覆われ、 インテークの上側には必要に応じて開く特別なインレットが設けられている。これにより、離陸に必要な空気をエンジンに供給しつつ、地面上の異物が吸い込まれることを防止している。FOD のリスクを低減するための別な方式としては、アントノフアン -74 に用いられているようなエンジンの搭載位置を高くする方式がある。ボーイング737の初期型には、 エンジンが低い位置に取り付けられている、この機体を補装されていない小石の多い、滑走路において運用するための、非補装滑走路用キットが、ボーイング社から供給されていた。このキットは、膠着装置用のグラベルでフレクター、機体仮面用の折りたたみライト、膠着装置が展開している間に、車輪格納部に侵入した砂力による、重要部品の損傷を防止するためのスクリーンなどで、 構成されていた。また、ボルテックスデシペーターと呼ばれるエンジニーの下方からの空気流量を減少させて、砂力の吸い込みを防止する装置も含まれていた。エアバス社は、FOD を防止するための新しい方法を検討中である。イスラエルエアロスペースインダストリーズ社と共同開発したタクシーボットと呼ばれるパイロットが操作する牽引者は、機体のジェットエンジンを使わずに、 地上滑走を行うことによってエプロンやタクシーウェイ上での FOD による損傷を防止しようとするものである。機体周辺で作業中の人員が Z エンジンに吸い込まれる場合がある。中には死亡したケースもある。敷地がもともと野鳥の繁殖地であったり、繁殖地になってしまった空港では FOD に関し重大な問題が生じる。ムースや鹿であれば、 フェンスを張ることで滑走路に入らないようにすることができるが、鳥の侵入を防ぐのは極めて難しい。そのような空港では、周辺の野鳥を追い払うため、プロパンガスを使って大きな音を出す、野鳥被害防止装置が使用されることが多い。空港管理者は、利用可能なあらゆる手段を用いて、野鳥の数を減少させるように努めている。 現在検討中の新たな解決策の一つとして、滑走路周辺に人工芝を用い、野生動物に食料、隠れが、水などを提供しないようにものがある。アメリカ合衆国の FOD 専門家が集まる、最も重要な会議は、毎年行われる、航空宇宙 FOD 防止会議である。ナショナルエアロスペース FOD プリベンション社が、毎年違った都市で開催する、その会議は、 FOD に関する教育、啓発及び予防を焦点としている。ナフッピーのウェブサイトには過去の会議で使用されたプレゼンテーション資料などの情報が公開されている。ナフッピーは工具管理と製造プロセスのみに重点を置いていると非難されることもあったが、そのギャップを埋めるべく努力が続けられている。2010年11月、イギリス航空公社はこの問題に関し、 空港が主催する世界初の会議を開催した。FOD 検知システムに関してはコストが高いことと責任の所在が明確でないことが問題となっている。しかしながらある空港は滑走路上に落ちている針金を一回発見することにより一機の航空機が危険を回避できただけでも FOD 検知システムを導入した価値があると主張している。 FOD 検知技術について調査した FAA は、それを以下のカテゴリーに区分している。製造段階において、部品の重要部位に圧縮残留応力を生じさせることにより、FOD による損傷を軽減、または完全に回避することが可能である。ショットピーニングやレーザーピーニングなどのピーニング加工は、部品の内部に有益な応力を生じさせる。 圧縮残留応力が生じている範囲が深ければ深いほど部品の疲労寿命及び損傷耐性が向上する。通常、ショットピーニングで生成される圧縮応力は数千分の1インチの深さにしか達しないが、レーザーピーニングで生成されるものは0.04インチから0.1インチの深さに達する。また、レーザーピーニングで生じた 圧縮応力は熱暴露に対してより強い体制を有している。ありがとうございます。